はい、みなさんこんにちは。皆さん Google Earth 知っていますか今日はこの Google Earth の使い方を皆さんに紹介します。まず最初に今日紹介する全部の使い方を見てくださいね。 最初に紹介するのはプロジェクトの作り方です。プロジェクトを作って名前を打ちます。はい。それから紹介したいところ。そうですね。じゃあ最初は私が生まれたところ。あ、その前に日本ですね。はい。日本。まず日本を紹介しなければなりません。はい。まず日本を紹介しました。 はい、じゃあ次です。次に紹介したいところは生まれたところ私は長野県中野市というところで生まれましたまあ本当に生まれただけですけどはい <laughs> です、ね、はいこれだとちょっとどんな町かわからないですよね ですから、ズームしましょうか。ズームこれから。これだと上からだけなので、ちょっと斜めから見ましょう。こうすると、どんなところかわかりますよね。ほら、見てください。後ろに高い山が見えます。はい、では、中野市、この角度から見たいですから、編集して。 詳細設定してこのビューをキャプチャーとしておくと後でスライドショーの時にこの角度から見ることができますはい次です次は私はえー、っと新座市新座市に引っ越しましたはいここですねこれもこのままだと ちょっとよくわからないので、えー、っとまずはここをプロジェクトに保存します。それからもうちょっとズームしましょうか。ここは有名な公園があるところですね。はい。こうやって斜めから見るとどんなところからか分かりやすいですよね。これも同じです。新座をククリックししてて編集、そして このビューをキャプチャーで大丈夫ですそれからじゃあ最後今住んでいるところはどこですかはいそうです台湾です台湾ですから台湾の対象ですねこれも保存しておきましょう皆さんがいるのはえっ、ー、とどこだ 今いるのは。ここですね。はい。こっちでした。はい。今ここにいます。はい。で、これも記録しましょうか。はい。じゃあ、全部。紹介したいところと紹介したい角度を設定しました。 ではじゃあスライドショーを見てみましょうまず日本ですね次に中野市はい次に新座市それから台中の ミンダオトンシュエを説明することができますこの時に、えー、皆さん紹介する時このボタンを押すとストリートビューに切り替えることができますじゃあ押しましょうか、はい、押しましたそうするとたくさんの青い線や点がありますねそこをクリックするとそこから撮った360度写真を見ることができます はい戻る時は再開ですはいこれでまた戻ることができますはいでは今日紹介する使い方を3つもう一度言います1つはプロジェクトを作るもう1つは皆さんが紹介したいところをプロジェクトに保存するそして最後は 皆さんが紹介するところをプロジェクトに保存するときに角度を変える、見る角度を変えることです。はい。じゃあ、最初に戻って、もう一回紹介を始めます。はい。じゃあ、最初のページに戻りました。すると、この、アースを起動。 といいうボタンがあるのでこれをククリックしてくださいそれから新しいプロジェクトを作るのでこの新規をクリックしてくださいそして作成ですではファイル名を決めましょう紹介したいトピック にしましょうか。はい。ファイル名はもう変えました。では、紹介したいところをこのプロジェクトに加えていきましょう。そうですね。ではじゃあアメリカにしましょうか。えー、オレゴンかな。 遠いですねはいはい <laughs> はいオレーゴン州ですねえっ、ー、とオレーゴン州の、えー、コーバリスというところに私行きましたから、えー、ここを保存しましょう次に、えー、次にタイのバンコクですね バンコクにも行きましたから、バンコクにも、バンコクも保存しましょう。あとはどこ行きましたかね。まあじゃあ次、台北にしましょうか。じゃあ台北もプロジェクトに保存しました。はい、じゃあ紹介するところを3つ保存しましたね。 では次にどの角度で紹介するか地図をどの角度で紹介するか決めましょうジャンプ飛びますはいはい地図をクリックしてドラッグすると上下左右に動かすことができますまたシフトボタンを押しながら地図を掴んで ドラッグすると。上下または違う角度に動かすことができます。シフトを押しながらです。そして、右回すボタンを押しながらドラッグすると拡大縮小ができます。では、じゃあまずじゃあそうですね。コーバリス有名なのはオレゴン大学ですから。じゃあオレゴン大学を皆さんによく見えるように紹介しましょうか。はい、スタジアムがありますね。 はい、じゃあこの角度で見てもらいたいです。ですから、じゃあ、ここの編集ボタンを押して、詳細設定をクリック。で、その中のこのビューをキャプチャーをクリックしてください。そうすると、 皆さんにスライドショーで紹介するときにこの角度で見ることができますじゃあ次バンコクですねじゃあバンコクのこのボタンを押していきましょうかこのボタンを押してジャンプするとはいバンコクですバンコクの代表的な建物は何でしょうかね 公園がありますねじゃあ公公園園を見せましょう公園じゃないかこれ大学ですねこれもここ修立公園になってるので修立公園にしましょうはい、はい、じゃあ修立公園場所によって 3D になってるかなってないか違いがありますのでそれは注意をしてください じゃあ、この角度で見てもらいましょうか。競馬場がありますね。はい、また、バンコクを押して、編集を押して、で、このビューをキャプチャー。ですね。お、で、これで大丈夫です。で、最後に、台北の101に行きましょうか、じゃあ。 えっと、101は確か、えっ、ー、とあ、ありました。大きいですから、すぐわかりますね。はい。もう一回、地図の動かし方を紹介しますね。はい。地図をクリックして、ドラッグすると、上下左右に動かすことができます。また、シフトボタンを押しながら、 地図を掴んでドラッグすると上下または違う角度に動かすことができますシフトを押しながらですそして右回すボタンを押しながらドラッグすると拡大縮小ができます はい。じゃあ私はこれがいいと思ったので、ここでもう一回編集。ここでも、じゃあもう一回編集をしてあ。はい。このビューをキャプチャーをクリックします。はい。ここまでで3つ私が言ったことがあるところを、プロジェクトに保存しました。 ではじゃあこれをスライドショーにして紹介しましょうスライドショーを見せたいときはこのスライドショーをクリックするとスライドショーが始まりますはいこのコーバイスですねはい先ほど保存した角度で表示されましたでもちろんここから動かすこともできますまたは先ほども見ましたがこの ストリートビューを押せばそこからの写真を見ることができますおかっこいいですねはいじゃあ再開次はバンコクですはいバンコクですねこれも同じです これも動かすことはできますしストリートビューであ壁であ壁があって見えないですがストリートビューで写真を見ることもできます三百六十度の写真ですねじゃあ最後に台北はいこれも一ゼロ一です はい。いかがだったでしょうか ?Google Earth を使えば地図の中のどんなところということもわかりますし、皆さんがよく見るような角度から見ることもできます。また、実際に360度写真からそこがどんなところかも見ることができるので、イメージが湧きやすいですよね。ぜひ皆さんが行ったことがあるところ、 皆さんがよく知っているところを Google Earth を使って紹介してみてください。というわけで今日はありがとうございました。わからないことがありましたらコメント欄の方にコメントをつけてください。では、さようなら。